もう一度ボレーのちょっと確認ね、確認を。向こうにボール持ってってくれる？ごめん。はい、中、中入ってください、中入ってください。もちろん、皆さん自分が言われてると思って、思ってくださいね。ボレーの時にどうしても、なんていうかな、どう説明したらいいかな、基本的なところからちょっとね、説明して いきます。そこが分かれば、後半のところも辻褄が合うからね。バックボレーは例えばパッと構えた時にラケットがなんともうちょっとでも見えてればいいです。パッと構えボールがこう来た、こう構えてる時に、いやいいから出さなくていいよ、構えてこうパッといった時に、準備した時にもう本当ラケットのかけらが見えてればいいです。どこにあるな、その時にもうこれ僕は完全に見えないです。横を向いたらもちろん視界には入るけども、前を見て相手と相手が打つ時、また打った後のボールを見てる時にラケットがなんとなく見えてればいい。でもフォアに関してはコンチネンタルグリップでもし持ってるんであれば、バックのところと似たような形でなんとなくこう、あ、ここにあるなっていうのは。でもコンチネンタルよりも僕なんかそうなんだけど、ちょっと厚く握ってるので確実にラケットがもう見えてなきゃいけない。もうわざわざこう見る必要もないけども、相手見てる時にグリップのところまで僕これ見えてます。自分の手まで若干見えてますってことは、横を向く必要なんてのは全くないよね。最初にやるべき作業は手がどこに来るかっていうのを、ボールがどこに来るかっていうのをいち早くセットしておいて、そこからどう動くかですよね。左足が出したければ左足出せばいいし、出す時間がないんだったらここの作業だけで、ボールをコントロールするというイメージを持ってほしい。